西湘貨物駅は、神奈川県小田原市前川にある、日本貨物鉄道の貨物駅である。東海道本線の複々線区間のうち、東海道貨物線上の神津駅と鴨宮駅の間に存在する。臨時車扱い貨物の取扱駅である。貨物列車、トラック便の発着はすでになくなり、駅としては機能していない。現在は、東海道貨物線で運行される。貨物列車が対比する信号場として、あるいはコンテナ留置場としてのみ機能している。地上駅で2階建ての駅舎があった。貨物列車の発着があった1999年までは、一面のコンテナホーム、一面の上屋付貨物ホーム、3本の2役線を有していた。貨物列車の廃止後、コンテナホームの一部を残してすべて撤去され、跡地は、コロナワールドに転用された。また、開業にあたり神津川にスイッチバックする形で、アンダーパスが設置され、従来、鴨宮駅の専用線とされていた、久保田鉄工小田原工場や、財務省印刷局小田原工場、ゼネラル石油の輸送所への側線を当駅扱いとした。これらの輸送は、ゼネラル石油を最後に1994年頃までに終了している。過去の年間発着トン数は下記の通り。ありがとうございます。